皆さんこんにちは、濱家の池淵です。本日ご紹介いたしますのはこちら、オークリーの新作サングラスワイヤータップ 2.0 を本日はご紹介したいと思います。ハーフリムタイプのアイテムで、ワイヤータップの名を冠しているというアイテムなんですけれども、なかなか使い勝手のいい今後スタンダードモデルになるサングラスが登場いたしました。今までのワイヤータップとは全く違う印象かなというところなんですけれども、このハーフリムタイプに仕上がっているというところやですね、このツーブリッジに仕上がっているというアイテム、ワイヤータップの名前を引き継いでいる割にワイヤータップっぽくないなというふうに感じるかもしれないんですけれども、非常に使いやすいアイテムとして今後注目されるアイテムになるんじゃないかというふうに、予想している、新作のサングラスになっております。ハーフリムタイプとしてはですね、今まではめ込み式のタイプだったんですけれども、この通りちょっとお分かりいただけますでしょうか。実はナイロールタイプで、ナイロンの糸で釣っているというアイテムに仕上がっております。オークリーとしては非常に珍しいアイテムに仕上がっております。またテンプルのデザインもですね、ちょっと印象的なデザインに仕上がっていることや、こちらの方スプリングヒンジ搭載されております。そしてノーズ部分はですね、エアクッションタイプの非常に掛け心地のいいタイプのノーズを使っているという、本当普段からも使っていただきやすいアイテムに仕上がっているというのも特徴です。またドスキに対応できるというアイテムに仕上がっておりますので、幅広く使っていただけるサングラスになるのかなと思います。また今後ご紹介する予定なんですけれども、実はオプサルミックフレームでもこのワイヤータップ、2.0 を予定されておりますので、非常に、バリエーション豊富なアイテムに仕上がっております。実際にかけたところもご覧いただきたいと思います。こちらの方をかけますと、このようなスタイルのアイテムになっております。2ブリッジなので、ちょっと癖があるかなというふうにも思っていたんですけども、かけてみると非常に使いやすいスタンダードアイテムになっております。掛け心地もですね、以前出ていたハーフワイヤーと比べると非常に軽やかな掛け心地、程よく重量感は感じるんですけれども、あまり重さを感じさせないという仕上がりも、なかなか魅力的なアイテムになるんじゃないでしょうか。かけてみると視界の広さ、そして使い勝手の良さ、とても魅力的なサングラスに仕上がっているかと思います。他からもご覧いただきたいと思います。先ほどはマットブラックだったんですけども、こちらの方はマットガンメタルというカラーにプリズムブラックの組み合わせですね。先ほどはグレーだったんですけども、こちらの方は、ブラックイリジウム施されているというシルバーミラー系のサングラスに仕上がっております。カラーとしても非常にスタンダードなカラーの組み合わせで、とても使いやすいカラーに仕上がっているんじゃないでしょうか。そしてもう一色、今回個人的に非常に気に入っているカラーなんですけれども、こちらの方は、マットライト、スティールというカラーですね。ややブルー系のようなフレームにも見えるというカラーにプリズムジェイドの組み合わせになっております。オークリーらしいミラーフレーム、非常に使い勝手のいい、それでいて迫力も感じさせるような仕上がり、とても魅力的なカラーになってるんじゃないでしょうか。こちらの方もおすすめカラーになっております。本日ご紹介させていただきましたのは、オークリーのハーフリムタイプの使い勝手のいい魅力的なサングラス、オークリーワイヤータップ 2.0 です。どうぞよろしくお願いいたします。本日は以上です。